で,はですね、はい、こちらの新しくなったスターバックスチルドカップ飲んでいただきながら、はい、自由にお飲みいただきながら進めていきたいと思います,います、はい、お仕事についてのお話など伺っていきたいんですけれども、はい、最近のお仕事どうですか そうですね。まあ本当にあのー、いろんなジャンルでお仕事をさせてもらってまして。ですよね。そうなんです。モデルもテレビも最近演技も頑張らせてもらってい、ね、ドラマとかにも出られて。はい。セリフも覚えなきゃいけないし。そうですね。最近は確かにあの台本と向き合ってますね。すごく忙しいですよね。<laughs> いい感じにお仕事させてもらってなんかその合間にススターバックス行ってます疲れが全然感じられない、はい、お忙しいのに最近、私お仕事で LA に行って<お>帰ってきても、まあ、あの毎日のように仕事をさせてもらってたんですけど<ー>やっぱ時差ボケってあるじゃないですかはい、はい、時差ボケ直しにもスターバックス、ね。<laughs> <laughs> を飲んで頑張って乗り切ってました。もう今日にぴったりの決勝戦です。ですありがとうございます。はい、そうなんですね。はい、や,やっぱりその日々いっぱいいっぱい詰め込んでいる中でもそういう時間ってっ重要ですか。うん、いや重要ですね。やっぱり忙しくなってくると、まあなんかマインドもね切羽詰まっちゃってちょっとグーってネガティブになってしまったりとかあるじゃないですか。うん、そういう時にやっぱ本当5分でも自分に向き合ってあげる時間を。 作るっていうのはやっぱりでもきっかけが必要じゃないですか、はい、そのきっかけにやっぱりこういうスターバックスさんのラテとかは いいいい相相棒棒だなって思まますすすねで私<棒>、はあ、ありがとうございますすちなみにですね今回この新しくなったスターバックスチルドカップが掲げているコンセプトが「はい、ニューリズム w i t h ターバックスということで、うん、このイベントのタイトルも「スターバックスニューリズムパーク」というんですけれどもうん、うん、スターバックスチルドカップと一緒にいい休憩をして 次の一歩を軽やかに踏み出すような自分らしいリズムを奏でていただきたいという思いを込めているんですよ、もうまさにその通りです、ね、まさにぴったりですね、ねいや本当に飲んでリフレッシュもさせてくれて、またオンにもしてくれるんで、次のステップに向けて、軽やかにま <laughs> まんまでした <laughs> いい休憩いいリズム、<laughs> はい、はい作ってくれますね。はい ささてさてスターバックスといえばですねあの店内に入って目につくのが黒板アートだと思うんですけれどもはい谷、はい、さんは店舗でも見られたことありますか見ますねやっぱりスターバックスさんのその看板はやっぱり季節も感じられますし、はい、毎回行くたびに変わっているので楽しいでですすねね、うん、そうなんですよ、ねはい、新商品とかおすすめとかをそれお店の方が手書きでい、うんいや。本当尊敬しますす、はいはい、今日もですねこちら 早朝からイラストレーターのエイドリアンさんが早朝から書いてくださってここまで仕上がっているということでもうあの早く終わっちゃいそうだったのでゆっくり最後、書いていただいてしかも新商品を書いててくれてるってことうこでですよ、ね、そうなんですよよねそなん今回のイメージなんですけれども、うん、新しいチルドカップを飲むことで得られるわくわくする感情やポジティブなモチベーション また自分らしいリズムを奏でるきっかけとなるような商品の価値というイメージで書いていただいてるんですがはいどうですかご覧いただいていやなんかあのワクワクする絵と言いますかやっぱあの絵があるだけで華やかになりますよね<る>この空間もなる本当になりますはい。